八百屋さんが見えてきましたけど、琴似っていうのはあれですよね、八百屋さん多いですよね。なんかあるんですかね、琴オーラ。うわすごい、これすごいじゃないですか。なんかあるんでしょうね、琴似八百屋さんみたいな。なんかこれ、うん、いや確かに確かに結構多い印象がありますよ、八百屋さんは。で、八百屋さんはなくならない印象がありますからね、こう入れ替わりじゃなくてどん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 新しいのができて増えていくっていう印象。ちょっとだからそう、八百屋さんね。でも確かにできるかもしれない、この八百屋さんが多いっていうのは。すぐ一種呼ばせようするからな。でもいいかもしれないですね、八百屋。あれですよね、ケンタッキーがフライドチキンがあって、これがね、琴似の僕は特徴の一個だと思うんですけど、地下鉄の琴似駅と JR 琴似駅で同じ店があるっていうのがこうありますよね。これケンタッキーフライドチキンでしょ、あと鶴葉さんもあるし、 JR と地下鉄と、あと串取りさんも地下鉄にも JR にもあるので、これなかなかないと思うんですよ、他の駅では。だからすごい便利なのはもちろんなんですけど、この不思議な感じはありますよね、なんでこういう風になってんのかっていう。だからどっちでもその変な話やっていけるっていうか、ちゃんと需要があるっていうことですもんね。あとね、これは僕はやっぱ琴似といえば琴似パトスねでございます。劇場がすごい多いですよね、パトスもそうだし、コンカリーニョもそうだし、あとレッドベリースタジオっていうのもあるし、でこっち行けばペニーレイン、まあ、ペニーレインは劇場っていうかどうかわかんないですけど、とにかく文化の街、文化の施設が多い中でもやっぱり一番札幌吉本がお世話になってたのがこのパトス。JR のエリアでございますけど、やっぱりほらね、鶴葉さん先ほども言ったように地下鉄の駅と JR の駅どちらでもあるっていう ねタワーマンションなんかがね最近は増えてきてますもんね。再開発ですよね、今こう JR 琴音駅が再開発してますので、だからこの再開発とともに僕の短歌もこうどんどん読んでいけたらいいですよね、この再開発を一緒にね。こう JR をねちょっとそれてきたところにあるのが三角山放送局さんですね。こう文化の街と言われるこうものがありますよね。やっぱいろんな方が喋ってるんですよね、こう日ハム日本ハムファイターズの選手だったりとか、あと琴似に密着した方がとか喋ってますので。そうですよね、うん、情緒あふれる。こちらが JR 側のケンタッキーフライドチキンですね。これも先ほど言ったように地下鉄側と JR 側にケンタッキーフライドチキン。小鳥でねこう打ち合わせするってことがたまにあるんです。なんでね、こちらももちろん何度も来たことありますし、地下鉄側も何度も利用させてもらったことがありますね。どうも、日本で唯一の歌人芸人スキンヘッドカメラ岡本です。よろしくお願いいたします。さあ、まず歌人芸人とは何なのかということでございますが、僕札幌吉本でお笑い芸人をやらせていただいているその傍らですね、短歌が好きで短歌もやらせていただいているんですが、短歌をやる方を歌人というので
歌人もやって芸人もやってるよということで歌人芸人と名乗らせていただいています。日本で唯一でございます。ではまず短歌って一体何なのかっていうことを少し喋らせていただきたいと思います。結構ね俳句と川柳と短歌っていうものが結構ごっちゃになる方多いと思うんですけど、まず俳句っていうのはですね今プレバトとかでも人気のあるものでございますけど五七五ですね。五七五のこれ季語がなきゃいけない。俳句っていうのは季節の言葉季語を絶対になきゃいけないというのが俳句五七五で、川柳も五七五五七五ですけどこれは季語がなくてもいいと基本的にはされてます。そして僕のやってる短歌というのは五七五七七でございますね。先ほどの五七五に七七がつく。そして季語はいらないということで情報量も結構多くて季語もいらない31文字の歌。歴史は長くてですねもう万葉集言ったら令和というこのね時代今令和ですけどこれも万葉集が取られているので万葉集は短歌もありますのでその時代からあるものでございます。今はもう結構ね自由なものですからどんなことを歌ってもいい、まあ、基本的に五七五七七の31文字なら何を歌ってもいい、して字余りとか字足らずもバンバンやっていいですよという結構フリースタイルな感じになっておりますの で今日はですねこう小鳥の街を歩いて3首基本的に短歌はね1首2首3首に数える3首作ってみましたのでちょっと紹介させていただきたいと思います。ではまず一首目こちらでございます。三角山放送局で喋ってて三角山の場所を知らない。三角山放送局で喋ってて三角山の場所を知らない。僕も三角山放送局でもう結構もう10年くらいですかねお世話になってレギュラー番組をずっとやらせてもらってるんですけど三角山に行ったことがないんですよね小鳥のいや非常に申し訳ないんですけどそんで行ったこともない登ったこともなければどこにあるのかっていうこともあまり存じてないんですよ。で結構ね聞いた情報によると子供でも登れるくらいの山だよというのは聞いてるんです。それくらいしか知らなくて小鳥でこうレギュラー番組をやらせてもらってるのに非常に申し訳ないということを歌った一首でございます。なんでねぜひこの番組が続いた暁には三角山に登って歌を作るっていうのもねぜひやってみたいなと思ってるんですよね。では2週目に行きたいと思います。2週目はちょっとケンタッキーさんの歌を作ってみました。こちらでございます。はい。じゃあ明日ケンタッキーで地下鉄の JR ちょっと行ったところの、じゃあ明日ケンタッキーで地下鉄の JR ちょっと行ったところの、こうケンタッキーがね2軒あるじゃないですか。小鳥さんにはこう小鳥で打ち合わせすることは結構あって相方とネタ合わせすることも結構あるんですけど、で前日にじゃあ明日小鳥のケンタッキーでなんて言うと、え JR の地下鉄のなんていうことをよく言うことがあるんですよね。だから本当に同じくらいの回数行ってると思うんですよねちょうどだから JR の方が近い仕事場だったら JR の方でやるし、地下鉄の方が近かったら地下鉄の方でもやるし、でも地下鉄のとこ集まってみたものの結構混んでてあれだから JR の方行ってみようみたいなこともあるし、その逆のパターンもあるので、なんかケンタッキーさんはねこう使いやすくてどちらも使わせていただいてるんですけど、だ僕だけじゃなくて結構ね小鳥の方も明日ケンタッキー行こうよ、え JR の地下鉄のみたいなことは結構あるあるなんじゃないかなと思ってちょっと一首読ませていただきました。では3首目に行きたいと思います。3首目はですね、地下鉄琴仁駅に近い琴仁パトスさんという場所のことを歌った歌を読んでみました。ではいきます。こちら。きっともうそんなに遠い日ではない、パトスに笑い声が戻る日。きっともうそんなに遠い日ではない、パトスに笑い声が戻る日。琴仁パトスさんはですね、僕まあ芸人になってまあ結構経つんですけども、10年以上前から毎月毎月札幌吉本のライブをやらせていただいて、
まあ、月に1回必ず行く、多ければ2回3回行くっていうことをずっと繰り返してたんですよね。でもこのコロナになってしまって、こうパトスさんがこう今閉まってしまって、そんでその他の劇場今結構空いてきてるんですけど、パトスさんはまだ僕空いたっていう話は聞いてなくてですね。でももう今結構一時期よりは状況が、まあ大変なこともあるけど状況が多少良くなってきてるので、その10年前から始まって2年くらい前までは毎月のようにあそこに笑い声が飛び交っていた。そんで今人気の芸人さん、テレビで出てる芸人さんとかもバン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 来てたような場所なんです。コトリパトスっていうのは、札幌吉本のお笑いライブをやるって結構コトリパトスが多いよ。もちろん若かりし頃の高安俊さんもやってたし、いろんな方がやってたんですよね。で今こう閉まって閉まってますけど、おそらく笑い声が戻ってくるのはそんなに遠くないのではないかということで、この歌を歌わせていただきました。パトスさんはね、やっぱりこうお世話になってものすごいなんかやっぱり馴染んでるのもあるし、やりやすいんですよね。こうなんか地下に降りてく劇場、地下2階にあるんですけど、パトスさん地下に降りてく劇場って結構なんか閉鎖的なイメージがなんか他の場所はあったりするんですけど、パトスさんはなんかねこう明るくて、なんかすごいお客さんも見やすいし演者さんもやりやすいしっていうのがね、なんかあそこにいろんな悔しい思いとか楽しい思いをいろいろしたので、またあそこに戻りたいなという気持ちがとても強いので、こちらを歌わせていただきました。はい、では今日はありがとうございました。今日はね3つ3種しか読めなかったんですけど、これからね僕もコトニを歩き、コトニの文化を知り、コトニの歴史を知ることによって、どん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 コトニの歌をね作っていこうと思っていますので、皆様よろしくお願いいたします。そしてですね、ぜひテレビの前のこの皆様から短歌を募集したいと思います。もちろんコトニの短歌ね、コトニに僕よりコトニのことを知っている方も多く見てると思います。その方でコトニの歌を作ってくれて、コトニにたまに来るっていう方もコトニの歌を作ってくれてもいい。それをぜひ募集したいなと思ってます。コトニの短歌でございますね。もうコトニじゃなくてもいいかな、コトニじゃなくても短歌であれば何でもいいから、いやもうむしろね短歌じゃなくてもいいと思うんですよ。変な話ね、自分の身の回りで起こったことね言ったら、もう日本語であれば、日本語じゃなくてもいいかな、英語でもあれば、とにかくですね、なんか自分の伝えたい思いとかだったりね、別になんか五七五七七取られると難しいだってなったら、短歌っていうのは別にはみ出たって足りなくたって大丈夫なものですので、ぜひ老若男女自分の思ってる身近なことをお送りいただければとても嬉しいと思います。番組で採用できるかもしれません。ぜひ皆様お待ちしております。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。